こんばんは。皆さんこんばんは。はい、どうも。またやってまいりましたね、この時間が。何日ぶりでしょうか。何日ぶりですかね。はい、でも1ヶ月経ってますよ。あ、そうですね。私は1ヶ月ぶりでね。はい、ですよね。はい、またよろしくお願いします。はい、元気にやってまいりましたね。はい、よろしくお願いします。ここね、またの東京の浅草、はい、鳥小屋ズーリの、はい、FM ステーションからね、はい、全国放送で。そうですね。桜が。桜もう散った？いや、まだ。あるじゃないですか。まだ少しね。ね、あると思いますね。なんか昨日もね、冷たい雨降っちゃってね。そうですね。なんか寒かったり。うん、寒かったり、暑かったり、ね、なんかね。雨続いちゃいましたね。続いちゃいましたね。うん、昨日僕はそこ行ってきましたよ。茂木で。雨の中、練習走行。どうでした？バリバリでしたよ。本当ですか？ええ。何のタイヤ履いたんですか？え？レインタイヤ。レインタイヤ。うん、いいじゃないですか。ちょっと怖かった。やっぱり上りがあって、下りがあって、はい、ダウンヒルで最高速出るんじゃないですか。はい、あそこからフルブレーキ、ぐーっていくんですけどね。はい、ABS がガガガって聞いて快感快感でしたね。おぎねもいたんですよ。おぎね、はい、あ、前に出てもらったね。そうそうそう、おぎね前に出てもらってね。あ、ちょっと待って、スタートやってないの。あ、まだ、はい、ごめんなさい、忘れちゃった、はい、夢中になっちゃって。いつも行きますか。はい、はい、高行学ぶのジョイトーク、よろしくお願いします。はい、なんかね、話も夢中になっちゃいましたけど、はい、おぎねがね、走ってたんですよ、ビータで。攻撃しちゃいました。攻撃しなかった。本当に怖かったから。ミサイルかなんかで。ミサイルされたのにはなんなかったけど、なんなかったけどね。おげん見てるといけないからね。やばいね。はい。うん、で、途中でね、おげんこっち向いてるんですよ。進行方向向こうなのにこっち向いてる、止まってる。なんか用事があった。なんか用事あったんでしょうね。そんなわけないでしょ。サーキットでしょ、だって。サーキットで。いや、避けましたよ。で、当然、木端になってるし。はい。まあ、また事故は起きてなかったんでね。ニアミス。ニアミス。こう見ながら。はい。で、その次の走行、また30分後の走行にもう一回あったんですけど、うんうん、その時は今度僕がね、反対方向向いちゃった。沖で通ってきました、何週かこう。本当ですか。チラッと見ながら多分、アイコンタクト。アイコンタクト。さっきね、Facebook のメール見たら入ってましたよ、なんか。見ましたよ。松本さんもね、うん、反対方向向いてみましょうって、うん、見てたんですよね。ね、やばいですね。でも誰かしら会えるんですね。誰かしら会えるんですね。ね、なんか奇遇な感じですかね。うん、そうですね。ね、まあ、奇遇でもないですけど、皆さんね。いいじゃないですか、でも。楽しかったですよ。行けばね。うん。でも寒かった。ね、昨日寒かったですね。ねえ、ほんと、はい。で、その前の日が土曜日でしたっけ、うん、土曜日。前の前の日か土曜日、うんうん。これはちょっとまあそこそこの天気良かったんですよ。うん、で、桜の花見がね、あの、ほら、ドクターウー、うん、上原院長。うん、急に目が入ってきて、うん、で、ほら、本来今日やるわけだったんだけど、はい、やっぱりほら、病院が忙しくて、はい、収録になったんですよ。なかなかできないから、ね。で、僕撮ってきました、収録で。あ、本当ですか。うん。それが今日見られる。そうそう、今日これが見れるんですけど、はい、で、しかもね、うん、先生、病院じゃなくて、うん、花見やってから花見の現場に来いって言うんで。もう行ってるんだ。もう行ってんの。で、もう飲み食いしてるんですよ。取り来いって。そう、取り来いって。で、行ってきたので、伊佐沼っていう川越のね、沼があるんですけど、はい、そこでもうやってんの。でメンバーは、うん、あの救急隊員、救急車の、うん、看護消防救、はいはい、救急のね、はい、その人たちとみんなもう 4,5 人だったかな。消防署の方の人、消防署ですよ、消防署員、消防署員、ああ、方の人、方の人じゃないですね。そう、消防署、あのでもないよ。で、で救急車乗ってる人たちが、うん、みんな飲んでて飯食って、で一緒に僕そこ行って飲み食いして。え、他にもいっぱいいました。ね、全部でね、全部で5人だったかな。あの、いや、うん、あ、松本さんグループじゃなくていっいっぱい、他にもいっぱい、もういっぱい、お子様とかもすごい数いましたよ。うん、まあだからってこのぎゅうぎゅうじゃないですけどね、まああちこちこう点在してるんですけどね、いっぱいいましたね。飲んで食って、飲んで食って、大騒ぎ、大騒ぎでしたよ。いいんですかそれ。どうなんでしょうね。まあ、うんちを見てからやってましたからね。大騒ぎはしてないよね。いや、大騒ぎしてましたよ。あそこだから話。消防隊の方もいながら、うん、飲めや歌いの大騒ぎで。そう、はい、なんて踊ってた。踊ってました、踊ってました。で、それは面白かった。それでね、今日そこで撮ってきた V をちょっと短いんですけど、はい、題材は花粉症っていうことの、先生珍しく、ね、うん、花粉症か。こちらも後から V 見た後ね、重症、はい、重症なんで僕、ぜひ重症ですもんね、はい、皆さんにちょっとそれをどうして花粉症を治したかっていうのをね、はい、治って治んないですけどね。でもほら、もう症状出ないで、まあそうですね、全然出てないでしょ。ないですね。不思議だよね。へっちゃらですね。へっちゃらでしょ、はい、それには訳があるんだよね。そうですね。これはこの番組を最後に見た人は、はい、その訳がわかるという、うん、こちらまで、こちらまで、あ、違うな、違う違う、今こちらまで、こちらまで、ね、申し上げますんで、はい、はい、それじゃあまず V 見てみましょうかね、はい。で、我々ちょっと今引っ込みますか、一回ね。はい。はい、それでは、スタッフの方ね、はい、V のよろしくお願いします。お願いします。はい、ドクターウーの、花見で麦茶で ER。イェーイ。あの、
前のメンバーを見送ってみたいですか。イエーイ。声出せよ。よし。あー、気持ち悪い。はい、桜が綺麗でーす。はい、桜でーす。はい。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、川越市にあります伊佐沼公園というところで花見をしてます。で、花見のついでに、おい、カメラ、カメラ、花見のついでに ER の話をしようと思っております。で、今日のテーマは、花粉症。まあ、花の中だからね。桜の花粉症はないけど、花粉症をテーマにしようと思っております。そうですね、4月、3月ぐらいから花粉症の人がどんどん増えてきまして、我がクリニックにもいっぱい花粉症の人が来ます。で、すごい美人な若い姉ちゃんでも鼻水をずるずる垂らしながら来るとちょっと興ざめです。なので、まあ、花粉症は適切な治療をしましょうということですね。で、今日は花見の中でお酒を飲んでるので何を言ってるか自分でもよく分かりません。なので今日はスライドを使って皆さんにご説明しようと思っております。じゃあまずスライドの1枚目をいこうかと思います。というところで一回カットで一回止めます。まず花粉症というのはですね、鼻の中に入ってきた杉とかの植物の花粉に対する免疫反応が出るわけです。まあ、一種のアレルギーですね。なのでアレルゲンっていうそのアレルギーの原因が鼻の中の粘膜につくとね、そうすると抗体っていうそのあれですよ、敵をやっつけるやつができて、でそれがアレルギーの原因になるんですね。マイク上行っちゃったよ。はい。で、まあ、スライド次のスライド行きますよ。で、まあ、これで咳とかが出てくると。で、鼻水ね。鼻水、くしゃみ。こういうのが出てきます。で、はい、次のスライドお願いします。で、まあ、空気中に浮遊している花粉が鼻に入ると。そうすると、そこで、マスト細胞っていうね、免疫の細胞が出て、でヒスタミンだとかいろんな物質が出て、で花粉症が起こるというこういうシステムになっております。で次のスライドお願いしますね。はい、こんな感じです。こんなんですよ。難しいですね。医学的ですね。酔っ払いが医学を言ってますね。で同じ原理で、おーい、カメラカメラ、はい、同じ原理でこれが目の中にね入ると、同じ目の表面で同じような、こんな図です。こんな図になって、でヒスタミンが出てやっぱり花粉症が出る。こんなんですね。はい。で季節性の花粉症をアレルギーを通常花粉症と呼んでます。大体スギ花粉とかそういう花粉が飛んでる時ですね。でこれに対して一年中鼻ズルズルしてる人がいます。でこれ通年性アレルギーって言うんですけども、これは多分原因が花粉とかじゃなくてハウスダストだとかね、いろんなそこら中にあるようなやつが原因の時、ダニだとかね、町のダニがこの辺にいっぱいいますけど、そういうのが原因の時は通年性アレルギーというふうになります。はい、じゃあこれでスライド終わりかな。はい、じゃあ戻っていいですよ。カメラ、桜からこっち戻る。はい、カメラ戻る。はい、どうもどうも、酔っ払いです。ということで、まあ花粉症もね、通年性アレルギーも、まあ、アレルギーの一種なので、まあアレルギーの適切な治療を早めに始めると、まあ治りもいいで、アレルギーの薬である程度症状は治まります。なので皆さん花粉症とかいろんなアレルギーが出たら、まあ、早めに川越救急クリニックへ、いらしていただくと、いろんな処方を出します。はい、脱いでって若いお姉さんには言います。なので早めに適切な医療機関にかかりましょうということでございます。まあね、僕花粉症ないので花粉症の人の気持ちは全く分かりません。だけど世の中にうちの職員なんかでもいっぱい花粉症の人がいて、鼻ズルズルしながら、大変なんじゃや花粉症はという鼻声で僕に言い寄ってきます。鼻声で言われるとちょっと心は揺らぐんですけども。
はい、ダメな大人たちがいっぱいいますね。皆さん今年はあの花見しましたか？今してます。今してますね、はい。桜には花粉症がないので、皆さんぜひあのマンボウがかえ、ね、なくなった今こそ花見をしてください。あのなんだかんだ言ってね、花見が悪のようなことを言われてますけど、あの表でやる分にはまずあの映りません。大丈夫ですか？はい、まず映んないです。で逆にあのいくらマスクしてても人混みに行ったら映ります、ね、あのこの時期にライブハウスとか行くと映っちゃいますから、下から映るといいなって青空が綺麗、青空なので、まあ、花粉症の話だったんですけど花見の話にもありますが、あの花見はしましょう。花粉症にはご注意ということで、ね、なんだろうね、田舎とか杉花粉が今いっぱい舞ってるので、まあ、田舎に行くと割と花粉症の人は辛いかもしれない。でももともと田舎で育った人は花粉症になりにくいっていうデータがあります。で豚だとか牛だとかっていうのは家畜とあの小さいうち本当に0歳の時にあの接触していると花粉症になりにくいっていうデータがあるらしいですね。なので、まあ、都会の人ほど花粉症が多いんでしょう。僕は花粉症持ってません。都会の人なのに不思議ですね。いやいやね、はい、ということで、今月はこれで終わりかな。そうですね、そうですね、花粉症でした、また皆さん来月会いましょう。酔っ払いでした。バイバイ。最後に可愛い女の子面白いなこれバイバイ。両手振ってくれるよ。元気ですよ。いやでもね、この元気って言ってもね、うん、この日前の日からね、うん、救急車いっぱい入っちゃって、うん、ほとんど一睡もしないんだって。すごいな。それで花火行っちゃうの？ねえ、花火やってを飲んで、あ、まあテンション上がっちゃって ね最後本当にね可愛い女の子が ね、あれ、してました、ね、たまたまで全然知らない子がね、うん、寄ってきたんですよ。ねえ可愛かったよ ね、はい。そんなんで、あの川越救急クリニック上原院長ね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、今これ多分ね、治療中なんです先生まだ、なんかね、俺今、うん、僕すごい極度の花粉症なんですけど。福ちゃんそうだよね。なんだけど、うん、今ね、完全に番組はあの先生の V 見るまで、うん、全然平気だったんですけど、うん、今 見てたら、うん、グズグズしてきた。あれ、見ただけで？見ただけで。あれ、杉じゃないですよ、桜なんだけど、うん、ダメ。話を聞いてたら、話聞いてて、ムズムズムズしてた。スタッフの方ティッシュ入れかもしれないね。あ、大丈夫。でそこほら、タオル取り越え神社でしょ、今見えるのは、その目の前にね。そうですね。そこの、そこは桜咲いてるんですか？桜あるのかな、これちょっとよく見えないですね。ね、うん、でもありますよ ね、ある神社だから ね、帰っちゃって見ていきましょうかね。そうですね。はい。夜桜。夜桜いいですね。ね、真っ暗ですよ、神社。ねえ。いやでも福ちゃんね、うん、あの僕いつも気になってたのは、うん、福ちゃんほら全日本のねオートバイ山のワークスライダーで活躍してる頃ね、うん、はい、その頃からあ、そう、僕ね花粉症はやっぱりもう30年ぐらい付き合ってるんですよ。30年。あ、そう、もうね、で、ある風の強い日に、うん、強風の日にゴルフに行ったんですよ、うん、はい。でそれ終わった途端にもうなんかねくしゃみが止まらなくなっちゃって、うん、ゴルフ行って帰りに、そうです、うん、そこから多分ね花粉症になっちゃったんですね。その時何歳でした？その時だからもう、まあ、10代20歳ぐらい、ね、20歳ぐらいで、うん、あ、そう、デビュー、デビュー、あ、そう、全然平気だったのに、うん、強風の日にスイッチ入ったんでしょ、なんかね。そうですね。へえ、若いしね、鼻ズルズルでね、ほんと毎年毎年今の時期になるとね大変なんですよ、うん、あ、そう。でもほらプロのねレーシングドライバーライダーだから、うん、はい、やっぱりそういう鼻が出てると集中できなくなるんでしょ。ひどかったですね。だからその頃まだそんなにいい薬とかもなかったんですけど、うん、まあいろんな病院行きましたし、うん、薬もいろいろ飲みました。飲んだいっぱい、うん、でもね全然合うとこがなくて。そうなんだ。だって夜なんかひどいですよ、両鼻にトイレットペーパー突っ込んで、うん、で寝るんですよ。これも、うん、そう、あ、そう、でぐちゃぐちゃになっちゃう。そう、ぐちゃぐちゃになっちゃう。いや辛いね。くしゃみは止まらないし、うん、目はかゆいし。あ、そう、大変でした。で走ってる時どうですか？走ってる時はでもまあ多分飲み薬でしょうね。うんだ。あとまあ集中してるんで、あ、アドレナリンが出るから多分多少はいいんですよね。うん、あ、そう、うん、でも最近全く僕と会ってからは、うん、はい、
そのグションとか鼻かんでる使って見たことないんですけど、さんが、ね、何かあんかなと思ってたんですけど、ね、いろんな本当に、うん、紹介してもらってね、病院行ったりとか、うん、これ薬いいよとかって言われていろいろ飲んだんですけどね、うん、なんかあんまりなかなか改善がなくて、うん、あとよくね体質改善とかって言うじゃないですか、はいはい、でそれで少しやったんですけども、うん、やっぱり気が遠くなるような話なんですよね。これを飲んで飲んでずっと飲んでって、まあ、うん、何年かしたら治るとか、そう、うん、ちょっとねそこまで待てる感じじゃないですよ。本当ね花粉症の人って辛いんですよ。もう今がそうダグになりたいっていう、うんうん、集中力もないし、うん、頭痛くなるし、うん、本当喉もカラカラになるし、涙も出ません。そう、そう、ね、本当にね最悪の状態になっちゃうもんね。ひどいんですよ、うん、で僕ねうん、ある時にねこう人からここに行ってこの注射打つといいよとかって言われて、注射、はい、うん、でそれから僕はもう毎年そこに行ってます。はい、それ時期的にはいつ頃行くんですか。時期的には症状が出始めてなので、うんうん、2月の終わりから3月の頭にそこに注射打ちに行くと。そうです。で打った後どうなんですか。一発打って、うん、そこから 2,3 時間すると、うん、もうなんかね全然クールな感じ、シャキンとなんですよ、はあ、2,3 時間で。そう、へ、あの全然効いてるって感じがする。うわ、目から鱗ですね。それはでマスクもしなくていいし、うん、目も全然痒くないし、うん、集中力も高まるし、全く変な薬じゃないよ。注射でも、うん、ちょっと警察にお世話になる。そういう薬じゃなくて、そうじゃなくて、うんうん、ちゃんとした保険も聞いて。そうです、ちゃんと保険。あら、本当、はい。それって、うん、そのお医者さんだけでやって、それとも全国どこにもあるから、ね。多分どこにでもあると思うんですね。うん、名称ちゃんと病院にも書いてあるんですけど、うん、で、やっぱちょっとね、家から遠いんですよ。うん、ちょっと遠いんで、うん、ちょっと浮気して。うん、違うところで打ってみようかなと思って、うん、で行って打ってもらったんですよ、ね、うん、近くで。そう、うん、そしたら油汗出ちゃって、で動悸がしちゃって、いやこれやばいと思って。医者に言ったんですか。言ったら点滴打ってくれたんですけど、いやもう怖くてね、そこからね他の病院行けなくなりましたね。動悸気で汗、そう、油汗、そうやって油汗やばい状況ですよ、危機的なですよね、うん、体が、うん、でも点滴打ってもらってね、あとは怖いですね。もうそれからね怖くてもうね他のところには行けなくなりましたね、うん、あ、そうなんだ。毎年本当に1回、うん、1回打つだけで、うん、もう1シーズン OK。 僕は1シーズン OK ですね。それ皆さんすごくないですか。なんか薬も飲まなくてもいいし、うん、別にマスクもしなくても、それは個人差あるのかもしれないですけど、うんうんうん、でも僕結構ひどい方だと思うんですよ自分で、うん、それはピタッとなっちゃうのね。ピタッとなっちゃう。ステロイド系なんですかね、うん、これね、名称がねケナコルトって書いてありましたね。ケナコルト、うん、おっていうもの。ちなみに病院ってどこの病院、それ言っても大丈夫ですか。あ、ちょっと分かんないです。まあ多分いいと思うんですけど、うん、千葉県の成田の方にある。千葉県成田、はい、あ、岡崎院さんっていうところですね。千葉県成田の岡崎院さん、はい、あ、それは耳鼻咽喉科、耳鼻科、普通の内科だと思います、ね、内科で。そうです。へ、とにかくね普通の町のね、うん、お医者さんなんですけど、うんうん、混んでますね。あ、シーズン中はすごく。あ、そうですか、うん、でもね、まあ、毎日ドラッグで薬買って飲んで、それでもね、また切れちゃうとまたグズグズしたりとかね。花粉症の薬も結構高いんですよ、あれ値段高いんですよ。でしょ、あのアレグラってね、あの鈴木恵美先生が開発された、あの薬、噂の恵美先生。そうそう、噂の恵美先生が、ね、アレグラ、あれ飲んでも僕ダメなんですよ。あ、そうなんだ、うん、へえ、だから、うん、まあ、そういった考えると、うん、それ注射、ね、1本打てば、うん、ワンシーズン乗り越えられるので、ね、解決しちゃうもんね。はい、で、くしゃん何年くらいも続けてるの。もう30年になります。あ、だから、ね、知ってからなんでね、20年ちょっとですね。20年やってね、あ、それで別に臭いもそんなにね出てないので、出てないしね、多分大丈夫かなとは思うんですけど。そうですかね、お困り方いたらぜひね、本当です、はい、成田にある岡崎内科の先生 ね、はい、行ってみてください。あ、そうです、そうですか、はい、まあ、僕はね、その名前ないんですよ、花粉症はね、はい、うん、花粉症ないけど、なんか馬の近く行くとなんかね、馬馬粉症っていうんですかね、それね、乗りたくなるじゃなくて馬の近くで乗りたくなるって馬粉症ですよ。馬粉、そう、うん、そのあれがこう症状みたいなね。ああ、いや、そ、時間持てんない、それやめましょうもんね。なんだかよ。お父さん面白い、今の面白い、面白い、 ありがとうございました、すみません。ちょっとね、はい、少し気分転換にね、はい、はい、バフン症気をつけてくださいね、はい、うん、花粉症にバフン症ですからね、うん、次いきますかね、はい、はい、それじゃ次の話題は、
いよいよね、我々も来月ね、はい、あのレースの方に参戦ということで、そうですね、5月、5月の8日が決勝ですよね、7時間耐久ですね、はい、はい、うん、あの福ちゃんと僕とね、はい、あと来週今度ね、番組の出られる松永社長とね、はい、それと岸本直政さん、ね、はい、あの若手のね、あのスーパータイ、スーパー、2人とも現役ですよね、そうですよ、2人とも現役、スーパー耐久のね、松永社長は STX ですよね、 STX 一番上クラスですよね、そうです、この間なんか鈴鹿で準優勝だって、すごいね、すごいメルセデスですよ、メルセデスですね、うん、メルセデスですよね、うんうん、すごいね、GT4 だっけ、 GT4 でした、 GT4 ですよ、うん、ね、いやーかっちょええわ、うん、ねえ、ね、と一緒に組ましていただいて、で直政君は元気のスーパー FJ、 スーパー FJ ドライバー、コメダのドライバーでね、うん、もう常にトップクラス走ってる、ね、ね、うん、それに、あの元の全日本のワイマーワークスキリンメツヤマのライダーですよ、こ、うん、んなチームないんですよ、いや、まあ、僕だけ白とセーフティーカードライバーとりあえずね、セーフティーカーでば、はい、まあ、40年くらいでね、はい、一緒に組んでね、はい、セーフティーカー一緒にちゃんと組ましていただいてね、はい、もう、うん、彼も12年ぐらい13年ぐらいになりましたね、あっという間にありがとうございます、あっという間でしたね、来週いよいよね、また福ちゃんもあのセーフティーカーで、はい、あ、じゃないんだ、その次の週か、そうですね、はい、あのまたね、塚本さんとでやりますよね、はいはい、僕はちょっと申し訳ない、その時あの熊本行っちゃうんですよ、そうでしたっけ、阿蘇山で、それ聞いてましたっけ、俺言ったじゃないですか、さんざん、なんかなんか全く、立ちが悪いんです、意外とねお互い様じゃないですか、そうそうそう、そう、うん、あの熊本でね、参ったな、あの、聞いてます、僕ら、聞いてます、うん、熊本の、まあどうでもいいか熊本のなんですか、いやいや、あの熊じゃないよ、馬じゃない、馬じゃない、それ馬糞症でしょ、あの熊本のなんだっけ、阿蘇山、阿蘇山で、うん、あの外輪のところで、あの四輪駆動の K のレンタルでやってる森川さんがね、はい、あの森金さんっていうところがね、はい、ホースファクトリーさんが主催してる、それに出るんですよ、うんうん、それでちょっと乗るの、の僕、うん、ちょ監督で行くんですけどね、はい、まあ、ひっくり返っちゃったら危ないんでね、気をつけて、うん、レースも控えてるんで、そうですね、うん、それなんでね、ちょっと行ってください、すみません、あのセーフティーカーのよろしくお願いします、あ、いいえ、と思います、ありがとうございます、はい、まあ、そんなんで、5月の8日ツインリンク持ってきてね、はい、決勝ですよ、7時間待機ね、7時間ね、はい、で、まあ、今回ね、トリコヤズリさんもね、一緒にサポートくださって、はい、車もね、パンダ入って、パンダ入って、アズーリの、はい、ロゴが入って、はい、フォーチュンワークが入って、なんか、うん、特殊な T シャツを作るって、あ、そう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 、あの T シャツがね、うん、こうアズーリさんと僕のね、フォーチュンワークスと、うん、セブのね、マーク入ったやつを作りますんでね、うん、それなんか、はい、視聴者なんとかってあるの、視聴者やりますか、なんとか視聴者なんとかじゃんけん大会、じゃんけん大会、じゃんけんできないじゃん、そうだね、自分とやるようになっちゃうそこじゃんけんなんか考えましょうね、そうですね、ね、うん、面白いよそれ、はい、チビティかなんかで、そういやでもね、ドライバー4人で組んでね、はい、で、あれですよね、まあスタートドライバーはね、めちゃめちゃ緊張感ありますね、緊張、ちょっとメンバーがメンバーなんで、もう本当ですよ、引いちゃいますよね、ね、で前回去年の大会が75台中、うん、残念ながら11位だったんですね、そうですね、総合ね、はい、最後上田連長はね、うん、ちょっと抜かれちゃってね、うん、泣いてましたけど、連長ね、先生のせいじゃないですけど、ね、先生のせいじゃないけど泣いてましたよね、うん、なんかね、あの涙は、あの涙はね、うん、忘れないですよ僕は、ね、はい、うん、うん、ねえ、そんなんで、あと何かありましたかね、これから話としては、そうですね、耐久の話と、耐久、あとクシャンと、うん、で次は中院長の、そうですね、うん、今日これから今こっち向かってんでしたっけ、うん、もう向かって今ついた頃なんで、あ、そうですか、委員長に変わりたいと思うんですけどね、そうですね、なんか今日はね、なんかいろんなその腰の悩んでる方とか、うんうんうん、メカニズムでこれでなら治るっていうようなね、うん、手法を教えてくれるらしいんですよ、あとなんか言ってたのは、うん、なんか自己紹介忘れてたとか言ってた、言ってた、言ってた、ね、もうずっとニュートン成功説に出てたんだけど、うん、先生の自己紹介するの忘れちゃったってんでね、うんうん、先生は何してるのかっていうのをね、ぜひ PR したいって、そう、聞いてみたいです僕も、ね、うん、あんまり私生活よく知らないんでね、うん、先生なんかその辺見せないですもんね、全然ね、見せないんですよ、ね、なんかあるんですかねなんだろうねじゃあちょっとまず先生呼んでみましょうか、はいはい、はい、じゃあとりあえずね、とりあえずじゃないけどコマーシャルをね一回入れていただいて、はい、中川院長がここにバーンと来ますんでね、はいはい、煙とともに、煙とともにもわーってね、はい、で我々消えてっちゃうのそんなことないね、ピンで一人ピンで、はい、あ、ピンでも、それもいいね、
じゃあ体質ということでね、はい、体質ってことでね、はい、はいはい、それじゃあよろしくお願いいたしま す, いします。はい、すいません。はい、先生どうも。はい、どうもこんにちは。いやーよく前、ずっと振動が長引いちゃって。今来てるとこですか。はい、はい、走ってきました。え、埼玉から走ってきたんですよ。汗、うん、ね、いや、忙しい中ありがとうございます。ごさごさでちゃった、ね、はい、一応製造しましたね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日ね、ちょっと言うのがちゃったんですけど、あの、このトリガーズーンの FM さんはステーションね、あの、すごいこう除菌されて、空気除菌もあって、すごい綺麗になってるんでね、我々もノーマスクで今日行きますけどね、あとこのついたてもあるしね、そうですね、そんなんで万全の体制で、トークの方、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、それではですね、先ほどね、あの、花粉症の話しましたが、そうですね、うん、はい、ね、今度は先生から、はい、このボディケアの方のね、はい、話をちょっとじっくり聞いたり、ね、はい、あと先生 の, あのどういう先生なのかっていうのも皆さん知らない人多いんでね。そうそう、そうなんですよね。僕らもめちゃめちゃ興味あって、ね、先生の私生活を知りたいなと思って、はい、生活ですか、なんで今まで、うん、ね、忘れてましたね。そう、ね、出させていただいて、ベールに包まれた話で、ね、どんな人なんだろうってやっぱりね、はい、今日ちょっとそれをね、はい、全部吐いちゃいましょうね。はい、はいはい、それでは、V からですか。写真、写真だ、うん、はい、写真ですね、お願いします。はい、ホノルルマラソン。そうそうそう、ホノルルマラソン、はい、これ、これ先生は、はい、あの、そうなんです。ほら、これもう10年間出てたんですよね。このコロナがあったからちょっとね、2年間お休みになっちゃったんですけれどもね。はい、これいつ頃やるんですか。これはね、12月なんです。だからね、あの、左上の写真はね、うん、クリスマスなんでサンタさんがいるんですよ。ホノルルあったかくてね、もうほら12月でもね、そう、 T シャツ、あ、まあね、常夏の島ですからね、はい、なんですが、あの、うん、サンタさんがいるというね。それで暑いんですよね、あの、まあ、当たり前のことですけど、うん、だから昼間走ってると暑くてぶっ倒れそうになっちゃうんで、うん、朝早くからスタートです。夜明けとともに、うん、5時ぐらいだったよね。5時、うん、5時だ、4時半ぐらいに、うん、出発場所に、スタートのところにね、集合して、うん、それで、あの、左下の写真が、はい、真っ暗ですけれども、はい、あれスタートした直後ぐらいですね。うん、そう、これスタートラインってどんな風に、ああ、そうそうそう、順番で決まってるんですか。早い人から遅い人にかけてこう順番にこう並んでんですよね。うん、それで早い人っていうのはどうやって選ぶんですか。早い人、遅い人っていうのは、あの、ね、ちゃんと、はい、うん、あの、自己申告もそうなんですけど、ちゃん、うん、ゲストっていうんですかね、うん、ゲストランナーっていうんですか、うん、ちゃんとこう、あの、うん、ものすごいスピードの速い人、位置が決まってるんですよね。そうですね、あの、決まってます。例えば中川先生なんかはどの辺か。僕はもう全然後ろの方ですね。でもここの位置からスタートしてくださいっていうのがもらうんですか。看板がだいたい、はい、あの、ゴールまでの時間が、ね、3時間を切る人、4時間を切る人、うん、5時間を切る人みたいな感じですね。そういうのってね、うん、僕5時間半ぐらいのところに並んでいくんですけども、はいはい、でもホノルルマラソンね、出始めたのはなぜかっていうと、うん、制限時間がないんですね。あ、言ってましたよね。そう、うん、なので、うん、最後まで頑張る気にでね、うん、ちゃんと完走しようと思えば、うん、最後までゴールさせてくれるので、うん、それで挑戦し始めたんですね。あ、そういうことね、うん、そしたらやっぱりあったかいところでね、うん、あの、気持ちいいじゃないですか、うん、で、あの、走り終わってからも観光もできるしね、うん、で、あの、右上の、あ、上から2番目、うん、虹がわーっと見えるよね。あの、ホノルルはね、うん、あの、ハワイってこうナンバープレートにこう、うん、マークがあったりするんですけど、うん、虹のマークなのね、はい、そう、虹がいつでもどっかで見えるっていうことらしくて、 あれは本物の虹なんですね。あれ本物の虹なんです。端から端まであんなのなかなかこう見えないんですね。あ、そうなんだ。だからそれでこう、ね、はい、ね、撮れましたね。もうなんか癖になっちゃった、うん、というか1年のね、うん、締めくくりに行って、うん、まあ自分へのご褒美と、うん、あと来年ね、うん、こういう1年にしようかななんていうのをこう考えながら行くということでね、うんうんうん、先生、準備っていうのはあれですか、やっぱり例えば、まあ、日本でトレーニング積んでいくじゃないですか、はい、それで向こうに入るのは何日前とかでバーですか。
ツアーにもよるんですけど、うん、最初はねツアーで行ってたんですが、うん、もう3年目ぐらいからはあの自分たちで、はい、もう今インターネットでね、うん、飛行機もホテルも取れるんで、うん、一番きつい時は土曜日に着いて、はい、土曜日の夜にエントリーして、はい、その日の次の朝か、うん、日曜日の朝5時にスタートっていうのもあったんですけど、寝てる場ないですね。きついです。あれは飛行機で寝てる？あんまり寝れないですよね、飛行機ってね、ね、寝れないですよね。いやすごい体力ですね。でそれからあの、うん、最後の3年間はちょっとあの、うん、仕事も兼ねて、はい、あのコンベンションセンターというところでエントリーするんですけれども、うん、3日前からエントリーできて、うん、でそこにあのプロテックっていうね腰痛治療器プロテック持ってって、はい、であのストレッチのサービスをね、うん、あのしてあげて、あ、向こうで向こうで、はい、そう見せたらね3年ぐらい前、うん、3回ぐらい続けてやりました、ね、あれ持ってったんですかプロテックの機械を。あ、それがですね、うん、どういうわけかは向こうの、うん、あのゴルフをのトレーナーの方がいるんですけど、うん、1台持ってるんですよ。あ、あるんだ、ね、あるんですよ、ハワイに。こっちから持ってたんですか。そうそうそう、持ってたんですよ。へー、ちょっとそれをあのコンベンションセンターにお借りしてね、その時だけ。普段はそのトレーナーの方がいる、あのバーチャルの、はい、ゴルフのクラブのところに置いてあって、それ施術されてるっていう。そうです、はい、全く同じプロテックでした。同じですよ、同じプロテック。だってあれ日本製なんだもん。プロテック知らない方いると思うんですけど、うん、後からねあの先生のでプロテックっていう腰痛の治療器なんですけどね、そうですね、ちょっと画期的なもんで、はい、僕は脊柱管それでね、福ちゃんもそうですけど ね、うん、そうですね、直してもらったね、はい、ね、本当ですよね。それちょっと皆さんご紹介しましょう。そうですね、新しい治療器なんで、ね、横転しちゃったんですね。そう、横転、横転の話も後からちょっと知らずしながらね、はい、うん、なかなか横転する人はあんまりいないんでね、あんまり参考にはならないかもしれないですけどね。まあそれだけの大きい最悪な、うん、大きい怪我でも治るっていうことでね、はい、ね、はい、じゃあ先生お願いします。じゃあ次行きましょうか。はい、あ、そうそう、それでこれは、そう、それでね、マラソン、ね、お花見だよこれ。そう、お花見、ついこの間の写真。あの埼玉県は見沼田んぼというのがあります、うん、どっかで見たことあるのを見ましたよ、これ。うちの近くですよ、これ。そうそう、見沼田んぼの、はい、あの東側のところね、うん、あの川沿いに、うん、川沿い大洋、見沼大洋水沿いにね、うん、もうすごい桜ね、すごいですね。2週間前だったので、うん、満開ですか。ほぼほぼ満開です。いい時でしたね。あ、いい時でした。あの農園にいるんじゃなくて、うん、それは農園にいる、あれは家庭農園かなんかのあれでしょ。先生あそこにいるじゃなくて、じゃないじゃない、あ、違うじゃん。どう見ても違うじゃん。あの年格好もちょっと違う感じだし、走ってて結構立ちが悪いよね。そう、マラソンはね、うん、あの大会とかがあるとやる気が出るから練習しようかなと思うんですけど、うん、ここコロナでずっとマラソンの大会もなくて、はい、モチベーション湧かないからね、なかなかこう走る練習ができなくて、うん、そんな時にちょっと自転車を乗り始めたら、買ったんですか自転車。はい、買ったに決まってる。それなんかおかしいやつ。あの赤いやつね、赤いやつ、はい、裏はほらレッドですから、カッパラッチみたいな。ちょっとね、それはまずいね。いやいや、いい自転車じゃないですか、赤くて。なかなか可愛らしい、はい、あれで今通勤も、まあ、しょっちゅう乗ってた方がいいなと思ってね。あ、そうなん、はい、通勤も自転車 で、ね、はい、前バイクでね、前のバイク、ね、もうね、バイクの方が早いんでね、楽だったんですけど、自転車で。でもこれ、うん、一文字って言うんですか。そう、クロスバイクですね、うん、ね、はい、最初はタイヤはでもロード用です。ね、ロードよりちょっとこう、うん、太めっていうのは、あの通勤の時にねパンクしたりしたら嫌だなとか思って、それでクロスにしたんですよ。でもこれで乗ってたらね、やっぱり遠出してくると、はい、あのちゃんとオンロードのね、あの自転車乗りたいなと思って、うん、そのうち買いたいなと今思ってるんですけどね。だんだんね、うん、これギアは何足なんですか。前3段の後ろが7段か8段ぐらいあるんで、ね、20と20何段だ。そうですね、でね、そうそうそう、うん、今で、ね、掛け算できましたね。すぐ知らんやって人ですよ。いや、すでも二十何段って結構ガチャ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 ってやるでしょうね。あれね、前のギアはこう、うん、ギア比が大きいので、うん、あの急にこう坂道登るとかって言った時に、うん、すぐこうガチャンって変えると、うん、すごい軽くなるんです。うん、で、あの後ろのギアは、うん、ギア比が少ないので、うんうん、ちょっとずつ、微妙な感じ、シフトアップしたり、ね、シフトダウンとは言わないね、うん、自転車だからね、うん、まあアップしたりするんですね。うん、はい、うん、そうですか。使い分けるとね、いいんじゃないでしょうか。ね、電動じゃないですよね。はい。人力でね。
へえ、うん、これでねやられてるんですね。これは自転車専用道路ですか。うん、普段はあの荒川のサイクリングロード走りますね、はい、走りやすいんで信号がないんで。そうなんです、はい、荒川長いですよね。長いですね、うん、東松山の方も行きましたし、葛西、うん、の葛西の臨海公園の方あっちまで行きます。行っちゃうんですよ、はい、すぐここまで来れますよ、浅草、浅草浅草寺までこの間来て、はい、ね、今度自転車やりましょうか。いやなの、あら僕も買ったんです自転車、置いた建物。俺は電動アシスト持ってますけど。あ、そう、全然お話しないですね。すいません、次お願いします。はい、次行きましょう。はい、あ、そうそうそう、患者さんにね、患者さんにほら、あの筋トレをしなさいとかね、うん、すごい言っておきながら、ほら、すごいよこれ、すごいよこれ、やらないと。え、先生これやってんのこれ。これやってますよ。初めて見ましたこの姿。本当だ。治療院に、あの、なんだっけ、ダンベル24キロかな、片一方がね。これ20、下なんか暴れてるみたいじゃないですか、これなんかやつ。あれウォータータンクって言って、すごいっすね。このねえ、なんか瓦みたいなところの中にね、水が入ってるんですけど、10キロ、30キロぐらいまで入るのかな。重いわ。あ、30はちょっと重すぎちゃうんで、いつも10キロでやってるんですけど。へえ、先生やってんですね。あとは腹筋やったり、ね、やんないとダメなんですね。やっぱりね、やり続けないとダメかもしれないですね。いや本当はトレーニングジム行くんですよ。あ、そうですか。トレーニングジム行ってるんですけど、昼休みに、うんうん、でもあの雨降っててとか、うん、こう会議があってとかって言った時は、うん、あの簡単にできるように、うん、で毎日やるってことですよね、きっとね。できればできれば、うん、何かは継続しないとね、はい、上半身とか下半身とか分けてね、衰えていく一歩ですよね、やんないとね。ほんと、そうそう、落ちるの早いじゃないですか、うん、使わないとこって劣化するの何でもね、うん、使わないとこはね、うん、もうその辺は車でもバイクでも何でもそうですよね。そう、同じですよね、ね、うん、次行きますか。はい、はい、ああ、で、これでは治療院のお世話になりましたね、なりましたね、はい、右腕はプロテックですよね、これね。そうですね、はい、あの2台、黒いのとブルーが並んでますけれども、うん、あれが、あの、まあ普通ね、あのマッサージとか治療するっていうとね、ベッドの上でやることが多いんですけど、うんうん、そうですね、これは椅子型のね、座った状態でやる治療器ですね、うん、これをホノルルに1台置いてありまして、はい、あれでこうストレッチとかね、やらせてもらった、ね、で左側がカイロプラクティックって言ってね、うん、骨盤とか背骨の矯正をする専用のベッドなんですが、うん、まあ立ったま、立ってる状態なんですね、あれね、立って乗っかって、うん、でこうビューって倒れて、ずっと倒れてっちゃって、うん、普通のベッドみたいになるとね。そうですね。うん、次行きます。はい、次行きましょう。はい、で、うん、まあバリエーションとしてはあのストレッチをやったりね、はい、腰をこう運動療法なんですね。うん、結局はでしょ、うん、赤ちゃんを抱っこして高い高いってやって、足ブラブラの状態にして、はいはいはい、うん、蒸発してあげて、そう、で先生がいいと思うようにも治療できるんですよ、そうするとね。そう、いろいろ動かせるし、ね。動かせるね。で、痛くないしね、うん、あの上半身の固定具合がいいですよね。固定具合がね、ガッチリ痛くない、痛くない、全然、はい、ね、で足が無重力状態になってるから、はい、先生もどんな形にもこうできたんだよね。そうですね、うん、はい、一応肩書きをね、うん、あ、上の方に、そう、あのオレンジのところにね、はい、柔道整復師、柔道整復師って一応国家試験なんですね。あ、はい、昔は骨継ぎって言われて、はい、よく言ってましたね、接骨院の先生だったんですけどね、まあ、今はどちらかというと整えるという字を使って整骨っていう風に使ってたりもしますけど、はい、あの柔道整復という資格を取りました、うん、あとカイロプロ、プロ、カイロプラクター、プラクター、ね、あの骨盤を矯正したりというか背骨を矯正したりするのがカイロプラクティックっていう治療なんですけど、うん、それを先に実は勉強してて、うん、でそのカイロプラクティックっていうのをあの、うん、きちんとこう業としてね、なすためには国家資格を取らなければいけないということで、うん、カイロプラクターは国家資格じゃないんですね、うん、でもアメリカには勉強しに行ったんですけれども、あ、そうですか、はい、アメリカまで、アメリカ行きました、サンフランシスコ、お、はい、ライフカイロプラクティックカレッジウエストっていうところに行ってですね、勉強させてもらったんですけどね。 でしばらくしてから健康接骨院というのを立ち上げて、うん、かれこれもう20年になるんですね、埼玉市ですもんね、立ち上げたもんね、はい、そうです、うん、で全部でだってあの時5店舗ぐらいありましたよね、先生の、ね、マックス4店舗、あ、4店舗でしたっけ、ね、はい、4店舗あって、最初はカイロプラクティックを中心にやってたんですけれども、そのこのプロテックというね、うんうん、あの重力をコントロールした腰痛治療器っていうのは椎間板の治療にすごくいいし、あと松本さんとの出会いでもある脊柱管狭窄症の治療にも使えるじゃないですか。そうですね、ではちょっと方向転換というわけじゃないんですけど、うん、プラスアルファということで、うん、あの
プロテックのね専門の治療院ということで、うん、移行していくんで、このニュートン整骨院というね、うん、ニュートンはアイザック・ニュートンさんのね、リンゴのね、そうです、リンゴのこの僕のこのハレーシングスーツ入ってくるニュートン整骨ね、これこれから、はい、これが出てきた感じで、ちょっと皆さんに見えない、ね、あーと僕も入ってます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、これね先生のところね、浦和の埼玉県のね、はい、JR 浦和駅、はい、パルコ側だから東口かな、そうですね、東口ですね、目口歩いてさ、はい、1分とくらいのところですよね、そうです、ありますんでね、ぜひね、はい、便利なところですよね、はい、で何しろやっぱり治療が先生的確なんで、はい、本当にこれ手術しなきゃいけないっていうのが治ったっていうの、僕それが本当に一番嬉しいなと思ってね。そうですね、横転して行った時に、うん、横転ってあの車でしょ、そうです、うん、車が、うん、走ってる車がくしゃのこうね、ラリーっていうかあのダトルでね、はい、こういうふうに倒しちゃったのよ、そうです、横転じゃなくて前転ですよ、前転ですね、うん、前転でしたね、前転でしょ、そう、まっさかさま、これやばいですよ、で一応4転してて、うん、4点シートベルトね、うん、こういうシートベルトして下向いたまま出れないじゃないですか、うん、でまあ出してもらって、うん、でもその日全然ピンピンしてたんですよ、あ普通あひくれちったよとかって笑ってて、うん、で帰るじゃないですか、うん、で次の日朝起きたら起きられない、動けない、痛くも痛いと、いやもう動けない、力入んない、うん、全くもう張ってんですよ、こうやってやばいですよ、で、でも、でもすぐもう松本さんのことを思って、うん、そう電話来たんだね、確か言ってたなと思って、うん、で聞いてくださいよつって言って、うん、したら先生ね、オッケーで、うんうん、ね、特別にやっていただいたんですよね、そうです、うん、はい、よかった、それでよく治っちゃって、うん、はい、いやよかったですよ、本当にね、ありがとうございます、とんでもないです、とんでもないです、まあね、事故がね、うん、あの普段もね、つきものというかね、そういうのを目の当たりにしてるでしょうけどね、そうですよね、はい、で先生もいろんな方からね、交通事故の方とかね、そうですね、ね、リハビリでね、はい、お越しになっていただいて、うん、なんか、みんな元気になって帰っていく姿を見るとね、うん、ね、おかげさまで ね、ありがたいです、だからやっぱりそのカイロプラクティックっていう技術だけじゃなくて、うん、プロテックに出会えたことがすごくこうね、うん、治療に幅ができたような、うん、気がしますね、そうそう、今まで限界もやっぱあったんでしょうかね、その、うん、そのカイロプラクティックとかなんか一つの技術を持ってると、うん、それを技術を提供する治療院になっちゃって、うん、でも患者さんはそれがいいかどうかわからないで来るわけじゃないですか、うん、腰が痛いとか首が痛いって来るわけだから、うん、それに適応した技術の提供をしなきゃいけないなと思うと、やっぱりこうね、うん、引き出しが広くないと ね、やっぱりいろんなこう、ね、でこの方にはこれ、この方にはこれっていう風にね、うん、できた方がいいかなと思うと、うん、そのプロテックが手に入ってからが幅が広がった、うん、あ、そうなんですね、あれがなかったらもしかしたら松本さんの治療もちゃんとできてないし、僕もしかしてあれなかったら、ね、ちゃんとできてないと思います、手術してね、どうなったか、うん、外科的な手術でね、まあ、ね、だいたいね、手に負えない手術した人ってよくいろんな人聞くんだけど、うん、いや完璧でしたってあんまりないのね、 あんまりない、うんうん、なんかその時は実語良かったんだけど、うん、半年たまた行きたくなっちゃったとか、うん、多いですね、浦和レッズのペトロビッチ監督、ミシャ監督、はい、ミシャ監督、ね、まあ、一緒にね先生と治療していただいてね、はいはいはい、言ってましたけど、ドイツだったんです先生ね、あの先生だったの監督ね、そうです、ドイツで手術して、うん、したらあの浦和レッズの監督になって、うん、そしたらもう腰がもう杖つかないと歩けなくなっちゃって、はい、で先生と来たんですよ、一回お会いしましたね、そうでしょ、はい、そう、はい、でいつも先生ね、あの他の人も入れないで、うん、僕とそのミーシャ監督と2人でね、いつもね、うんうん、特別ね、そう、ディップね、うん、で初めはあの通訳だったんだけど、うん、もう通訳いらなくなっちゃった途中で、うん、なんとなく分かるようになっちゃうんで、うん、言ってましたよ、うん、そうそうそう、あ、次の行かないと先生、はいはい、そうですね、次行きましょうか、ね、次、あと何だったっけな、何持ってきたっけな、あ、そうだ、これ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 が例のカルズピックのね、さっきのね、うん、あのベッドがね、なんでこうあんなベッドでこう背骨を矯正できるんですかっていうその仕組みをちょっとお見せしようと思ったんですけど、うん、あのベッドがですね、それぞれのパーツがこう1センチぐらいかな、ボンって持ち上がるんですね、で寝てる状態でそのそれぞれのパーツがこう患者さんの体重とともにこうストーンと落ちるんですけれども、うん、そのストーンと落ちる瞬間にですね、患者さんの曲がっている方向とかね、ずれている方向から元に戻す方向に、うん、あの刺激を加えていくと、ちょっとずつ治っていくということなんですが、うん、あの簡単に言えばここにダルマ落としって書いてあるんですけど、うん、昔ね、あの横でハンマーでこう叩くとね、うんうん、あの積み木がこう動くようなあんなこうおもちゃがあったと思うんですけど、あったあった、うまく叩くとうまくやんだけど、はい、でしかもそれ早くやらないとダメでしょ、そうゆっくりやらないとダメ、ゆっくりドーンってやったら動かない、動かないというかまとめて動いちゃうから倒れちゃう、全体的にね、そうゆっくりだとね、だから
スパーンってこう打ち抜かないといけないですね。そういうことね。でもこれさ先生さパツンと打つのもさ、うん、その人の体よく分かってないとできないですよね。あもうもちろんもちろん反対にやったら反対にいっちゃうから、うんね、だからやっぱりすごいよね。逆になっちゃうよね。正しい方向にちゃんとスライデデデデになっちゃうでしょ。そうだよね。まあそれじゃすまないよね。そうだよすまない。いやいやそれね返せないからね。来る時よりそんなんないよ。来る時より帰りが悪くなっちゃう。で来るとき歩いてきて帰り救急車が来る。それね、上原先生のとこ行かなきゃならなくなっちゃうからね。上原先生に行かないね。提携してる。それ悪いことは言えない。先生時間なくなってきちゃうどんどん。そうということでね、はい、速さが大事で1個だけを矯正したいわけだから、はいね、だからスパーンとこう打ち抜くように治療するよということで、まあ、このうちのスタッフなんですけれどもね、非常に優秀なスタッフで、はい、僕のナンバー2としてね、動いてくださってますが、彼がこうねしっかりとまだねこのベッドがあんまり広く浸透する前からだから20年前からやってますからね、うん、でこれ腰痛に対して結果を出してきましたから、はい、安心して来てくださいと、間違えた方向にはしませんよと、救急車送りしなきゃ大丈夫ですからね。上原にちょっとね、見てる人びっくりしちゃうじゃないですか。はいはい、もう治ったんですからね。そう治ったもんね。そうね、夜も治ったんですから、はい、大丈夫ですよ。あともう一つ、はい、あもう一つ、はい、うん、こっちがねプロテックっていう方の、これをぜひ見てもらいたいですね、はい、うん、腰痛治療これはさっきからね話してたプロテックってやつですね、うん、そうですね、はい、まあこれ CG なんですけどもね、これが背骨、うんうん、背骨腰椎5つあるんですね、うん、全部でね、下から2番目が椎間板ヘルニアになりやすいです。これ椎間板、うん、出っ張ってきたらほら当たってるでしょ、神経当たっちゃってヘルニアですね、うんうんうん、痛そうだね。痛いですよ、うん、それは ね、 ね動けない、うん、でそれをこう椅子が下がってね除圧して、うん、椎間板の圧を下げて、うん、まあ修復測りましょうっていうのが、うん、コンセプトで作られている治療です。はい。で、まあただ除圧するだけでも効果があるんですが、うん、ついでにこういう運動療法をすることによって周辺の筋肉のね、うん、血流も良くなるし、うん、まあほぐれていくでしょうと。うん、そしてなおかつ椎間板ってこう圧が加わってはみ出て、外に傷ついて出てるわけですから、うん、今度中に栄養を入れてね椎間板を修復させないといけないですね、うん、そのためにこう除圧をしたり加圧したりってこう繰り返すことによって修復しますよっていうことですね。いやね、すごいメカニズムよく分かりましたね。分かりやすかったね。あ、今まで僕やっていただいたんだけど、ここもね初めて僕あの時見ました。そうですね、うん、まあそういうことね、こうねやっぱりビジュアル的にこうちゃんと説明した方がいいんだろうな、絶対分かりやすいですよ、はい、うん、まあ機械やってねああやってこう、うん、CG が最近はね作れるようになったんで、うん、分かりやすくなります。すごいイメージ作りやすいですね。いや本当だね、治る気がするよね、ああいう見るとね、仕組みが分かればね、こうやって治してもらったんだって分かりますね、うん、そうだよね、前転したのはね、そうそうそう、うん、骨盤の矯正にしてもね、なんかこうガチャンって動くだけじゃなくてね、うん、こう、あ、こういう仕組みでこう、うん、治っていくんだなみたいなね。そうですね、はい、いいえ、いや、よかったよかった、はい、先生なんかね、もうあと3分前なんですけど、はい、質問コーナーで1、2問ぐらい質問ちょっといけるかな、うん、いきましょう、いきましょう、まあ、とりあえずこ、うん、ちょうどね、そのカイロプラクティックっていうのがあったから、いくつか患者さんからよく言われるのが、うん、骨盤って歪むんですかって話なんですけれども、それはね、よく決まりますよね。もともとはね、骨盤ってこう不動関節って言ってあんまり動かないって言われてた関節だったんですけれども、うん、でもよく考えればね、うん、正座をこう崩してこう横座りをするような座り方してさ、うん、足をこう、ね、横に出して、ね、うん、でああやってたらずれますよね、うん、ずれなかったらああいう格好できないんだから、そうですよね、うん、確かに。であれで元に戻れれば OK なんですよ、うん、だけどそのまんまこれが癖ついちゃうと、うん、立っている時とか運動する時とかっていうのが左右にアンバランスになっちゃうね、うん、あと筋肉が片一方収縮して片一方が伸びてる状態だから、ね、やっぱりこんなになった感じの立ち方になっちゃいますね。そうですね、それが歪みになる、そうそう、それが歪みの元になるんですね、うん、それをさっきのカーンと打ち抜くみたいにしてね、うん、骨盤をこう矯正してあげるとか、うんうん、それから筋肉のバランスを取ってあげるっていうことでですね、治療するっていうことを考えると、うん、骨盤は歪むんですよと、あ、歪む、はい、答えは歪むぞ、まあね、そういう最近ではもうレントゲンで見ればもう分かりますので、うん、右の骨盤左の骨盤があったら前に恥骨結合っていうのがあるんですけど、うん、この恥骨結合がそうですね5ミリとかずれてる、うん、そのくらいもうずれてるのがもうレントゲンで確認できるので、ね、5ミリずれてもやっぱり結構大変なあれなんですか、ね、まあ本来だってぴったり合ってんのが本当ですからね、そう、うん、ちょっとずれてるずれてる、でそれが固まっちゃう、まあだって骨盤がこう歪んでるわけですからね、うん、
まあ、古い先生だと骨盤なんか歪まないって言ってたところなんですが、まあ歪むんですよ、歪むっていうことはそれ直さなきゃいけませんよね、で直せるからこそ歪んでるよっていうことが説明できるということですね。そういうことね、そういった治療もやってますよ。いやーありがとうございました、なんかね、あの一問で終わっちゃう、次に残りのやつまでやって、ね、はい、で先生の多分ね、はい、今回ね全てじゃないんですよ多分ね、先生のお話もね、まだ出してないね、出してないです、小田先生、小田先生って、はい、結構立場悪かったじゃないですか。そんなことない、そんなことない、一番あなたじゃないですか。なんで本当ですか。もう時間来ちゃうわ、はい、ね、いよ最後になりましたけど、まずあの福ちゃんから何か最後皆さんに、視聴者の皆さんに お決まりなんで、あ、まだね、コロナ禍でね、非常事態宣言が、ね、解除されましたが、広島の周りに気をつけて、ね、はい、楽しんでいただければと思いますね、はい、そうですね、じゃあ皆さん、コロナにならないように手洗いうがい、一生懸命やっていただいて、で先生の何か一言また、はい、免疫力をつけてね、はい、それでコロナにかからないように ね、 そうですね、そして運動するとね、元気になりますんで、ホルモンもいい、運動は続けるってことで ね、 続ける、ね、激しい運動じゃなくて緩い運動でも毎日続けるってこと、継続は力ないってことですね、はい、そんなんで最後締めましたんで、それではこれで、今日のね、高木学のジョイトーク、そして、ドクターの ER で、中院長のスペシャルコーナーということで、締めさせていただきます、皆さんね、ご視聴の皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあこれで、トリゴアズリFMステーションからお別れします、はい、皆さんどうもお疲れ様でした、さようなら、ありがとうございました。